茨城県筑西市小川付近茨城県道304号小川川島停車場線は茨城県筑西市内を通る県道で東日本旅客鉄道水戸線川島駅と接続するための道路である筑西市小川の茨城県道204号欠場二宮線より分岐南下市 JR 川島駅に至る路線で筑西市深川伊佐山間は 国道50号欠場バイパスとの徴用となる。路線認定当時より、小川、伊佐山間を南北に最短ルートで結ぶ、旧道区間が県道に指定されていたが、2004年に下立市へ移管されて、市道となったため、現路線のルートは、筑生市深川で国道50号を経由して、JR 川島駅の周囲を時計回りに大きく回り込むルートとなっている。 なお、畜生市、深川終点、川島駅の区間は、茨城県道三百三号船、玉川島停車場線との重複区間にもなっている。1五十九年十月十四日、新たな県道として、下立市、大畑尾川を起点とし、下立市、大畑川島の川島停車場を終点とする区間を、本路線とする県道尾川川島停車場線として、 茨城県が県道路線認定した。1985年に路線認定の一部改正があり、地名の変更に伴って終点を下立塩技、伊佐山川島停車場に改められた。1995年に整理番号304となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間。本県は終点の大技地名の変更により路線認定の一部改正が施行されたもので、本国時における路線認定の改正前の終点は下立塩技、下川島、川島停車場である。本県は終点の大技地名の変更により県道の区域決定の一部改正が施行されたもので、 本国寺における道路区域そのものは改正以前と同一である。ABCD、道路の区域の変更、茨城県法、第1560号、P8、AB、道路の区域の変更、茨城県法、第千5 0 1号、ピアニッシモ、9から10、AB、生後、茨城県法、第千5 0 4号、P17、AB 県道の区域決定の一部改正。 昭和60年2月18日。茨城県国時第243号、茨城県法、第7322号2月18日より、ハット ABCDE、茨城県道路現況庁所平成26年4月1日現在、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より、 県道の路線認定の一部改正。茨城県法第7322号 P4 県道の路線名及び整理番号の変更。茨城県法第637号ピアニッシモ8から 12AB 道路の共用の開始。茨城県法第1003号 P6 車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法 1> 第1139号、ピアニッシモ、6から11、道路の共用の開始、茨城県法、第1154号、P3、道路の区域の変更、茨城県法、第2370号、P11。ありがとうございます。